今日は牛乳パック、ハサミ、もしくはカッター、ペン、セロテープ、色をつけたりするのにこういうテープだったりとか折り紙とかを使ってお家で使えるボール作っていきたいと思います。頑張っていきましょう。まずは牛乳パックの下から3センチずつ1、2、3、全部で4箇所印をつけてください。それを全部にいきます。全部に印がつき終わったら線を全部結んでください。線が引けたら今度はこの線の通りに全部切っていきます。ハサミでもいいし、カッターでもいいです。今使うのはこの3つの角だけです。この四角になっているとこ、角っこと角っこです。全部やっていきます。角と角をつけて、ちょっと八角形みたいな感じで、これもできるかな。これを3個全部やっていきます。完成しました。コーチは今日はテープを使って、この輪っかに1個ずつ色をつけていきたいと思います。もしなければ色を塗ったり折り紙貼り付けたりしてもらって大丈夫です。3本出来上がりました。じゃあこの3本を最後に組み合わせていきたいと思います。まずはじゃあチップをもしくっつけます。かかっとこの間に1個よいしょ入れてあげて、入れてあげたらくっつけてあげて、次第1、次に出て1個、2個、3個、4個目と緑をくっつけます。今度は一番外側から1個2個3個今出てるものの真ん中とくっつけてみて、これでチーフカラーボールの完成でーす。はい、皆さん上手にボール出来上がりましたか？これならね、お家の中で投げたり、まあちょっとぐらいね、壁にぶつかったりしても壁が壊れないと思うんで、こういうボール使ったりしてね、少し体動かしたりして遊んでみてください。またねー。